はいどうも皆さんこんにちは。今回は戊辰戦争についてお話ししていきます。時代としては江戸時代の末期に起きた戦争で、戊辰戦争は江戸時代と明治時代の転換点にあたります。この戊辰戦争を詳しく見ていくと、いくつかの戦いに分けることができ、地図で確認したら鳥羽伏見の戦い、江戸無血開城、上野戦争、東北戦争、函館戦争といったように、京都から現在の北海道にかけて少しずつ戦場が北へと移っていくイメージです。この戦いに旧幕府軍は敗北、新政府軍による明治時代が始まっていくのです。それでは全体像を理解できたところで、戊辰戦争について詳しく確認していきましょう。1867年、将軍徳川慶喜は政治の実権を朝廷に返すと宣言しました。大政奉還です。こうして今まで朝廷と呼ばれていた機関が新政府、幕府と呼ばれていた機関が旧幕府と呼ばれるようになり、それぞれの主導権を握ったのは薩摩藩と長州藩、そして徳川家と会津藩でした。しかしこの時の徳川慶喜は、朝廷は何百年も政治を行っていない、そこに政治の実権を返すのだから困って助けを求めてくるだろうと考えていました。つまり徳川慶喜は名目上は朝廷に政治の実権を返すけれど、実質的には引き続き徳川が政治を行うという構想を持っていたのです。しかしこれに反対したのが薩摩藩や長州藩といった倒幕派です。せっかく新政府を樹立したのに、徳川慶喜の構想だと何も変わっていない、江戸時代のままじゃないか、そう考えたのでした。こうして薩摩藩と長州藩はあくまでも旧幕府を倒そうと考えて戦いを仕掛けます。こうして始まったのが鳥羽伏見の戦いです。この頃の状況を見てみると、新政府軍は京都、旧幕府軍は大阪を拠点としている状況でした。こうしてその中間地点である鳥羽伏見で戦いが起きたのです。この戦いに勝利したのは新政府軍、敗北した旧幕府軍は大阪へと退却し、体制を立て直そうとしました。しかしここで予想外のことが起きました。肝心の徳川慶喜が江戸城へと逃げてしまったのです。慶喜の逃亡により旧幕府軍は混乱、体制を立て直すことはできず、大阪城は新政府軍に引き渡されます。江戸へと戻った慶喜はどうしたかというと、降参して上野の寛永寺に引きこもりました。つまり自主的に謹慎生活に入ったのです。しかしもちろんですが、それに納得せずに戦うべきだと主張する人々もいます。こうして幕府は2つに分裂、恭順派と主戦派に分かれました。そこにやってきたのが新政府軍です。彼らは江戸総攻撃を計画し、東へと移動してきたのでした。それに対して旧幕府の恭順派は、我々は戦う気はない、慶喜を助けてほしい、江戸城を攻撃しないでほしいとお願いして、江戸総攻撃の中止を求めていきました。ここで活躍したのが勝海舟です。この時関東にやってきた新政府軍の事実上の大将は西郷隆盛、旧幕府軍の事実上の大将は勝海舟でした。彼らが話し合いの場を設け、江戸総攻撃を回避します。こうして旧幕府軍は江戸城を退去、代わりに新政府軍が江戸城に入ります。血を流すことなく江戸の町は新政府軍によって接収されたのでした。しかしこれに納得しないのは旧幕府軍の主戦派です。彼らは江戸に残って抵抗を続けたり、東北に逃れて抵抗を続けたりしています。こうして江戸に残った人たちの戦いが上野戦争、東北に逃れて抵抗を続けた人たちの戦いが東北戦争となっていきます。上野戦争という名前からわかるかと思いますが、この戦いが起きたのは現在の東京にある上野公園周辺でした。ここに立てこもる旧幕府軍を新政府軍が攻撃、新政府軍によって旧幕府軍は江戸から駆逐されてしまいます。こうして戊辰戦争の舞台は江戸の北側、つまり東北へと移っていったのです。その東北にいたのは会津藩でした。会津藩といえば京都守護職という立場上、これまで幕府に反抗する人々をたくさん弾圧してきた藩、新政府軍からの恨みを一身に背負っています。しかし東北諸藩は会津藩に同情的で、会津藩を助けようと考えました。こうして東北の諸藩は薩長に対抗すべく同盟を締結、これが大羽越列藩同盟です。こうして大羽越列藩同盟対新政府軍という構造で東北戦争が始まっていきます。
しかし新政府軍はこれまで戊辰戦争を戦い抜いてきた部隊、経験の違いがありました。大越列藩同盟は次第に劣勢となっていき、ついに新政府軍は会津へと狙いを定めます。その会津では主力の軍勢が出払っており、防御に出せる兵がいませんでした。こうして投入されたのが白虎隊です。しかし白虎隊の必死の応戦も通用せず、新政府軍は会津領へと侵入。白虎隊は飯盛山で自陣するなど、凄惨な集団自決が繰り広げられます。会津藩はなおも籠城し、抵抗を続けていきますが、最終的に降伏。戦いの舞台は蝦夷地へと移っていきます。この蝦夷地で最後の抵抗を続けたのが榎本武明という人物でした。榎本武明は幕府に仕えていた人物で、旧幕府の軍艦を使って海を渡り、蝦夷地で新しい生活を始めようと考えたのです。彼はこの蝦夷地を自分たちで開拓し、日本の北方の警備を仕事にしようと考えたのでした。こうして榎本艦隊は蝦夷地に上陸して函館奉行所を制圧、五稜郭を拠点として蝦夷地を平定しました。しかし新政府軍がこのような行動を許すわけがありません。最新鋭の軍艦を率いて函館を攻撃。榎本武明たちも抵抗しましたが、最終的に函館は陥落、函館戦争は終了しました。こうして戊辰戦争は終結し、長きにわたった幕末の動乱は終幕を迎え、明治時代が始まっていくのでした。